皆さんこんばんは、たまえもみーです。ひゃほひゃほってちょっとやるのはちょっと最近恥ずかしくなってきたな。ということでですね、いつも YouTube をご覧になってる皆さん、そしてチャンネル登録してくれてる皆さん、本当にありがとうございます。なんとなんと YouTube 配信を始めて約1年が経ちました。おめでとうおめでとうおめでとうって言いたいとこなんですけど、本当にでも本当にありがとうございます。最初はミュージックビデオしか上げてなかった YouTube が、ね、こういう形で、まあ、Vlog 上げたりとか、なんか友達と遊んでるところだったりとか、最初はいい感じで進んでましたが、皆さん投稿見て気づきになられてるかと思うんですけれどもね、本当に多分ね、夏2、3ヶ月ぐらいで動画が1回停止というか、アップされなくなったんですけれども、あの当時動画皆さん見てくれてたやつのって、引っ越しする前のお家からあの動画撮ってたんですよ、 Vlog をね。で今こう見てください、新居です。新居になったのにもかかわらず、私は新居に引っ越しました。だから動画も撮らず、しれっとクゼサイとコラボ動画を上げるというそしてしれっと髪金髪なってるみたいな、本当に久々の Vlog、 いろんなものが変わりすぎてて、みんなの中で今見ながらあたふたしてる人がいると思うんですけれども、一個ずつね、今日はお話ししていけたらと思う。まずは1年を振り返る前に、でーん、こうやってた方がいい？はい、大丈夫かな。マジで一つだけっていい？家でお酒を飲まなくなったんです。やばいでしょ？あんだけコロナの自粛期間飲んでた。多分あの時より何キロ痩せたんやろ。まあそれはまた次の動画で言いますね。まあ痩せました。むしろ逆に言ったら、コラボの動画の時から痩せてます。むしろ、まあそれもいっぱい話さなきゃいけないことがたー、さんあるんですけれども、ちょっと立てすぎた？これ立てす、でも一回ビールって立てた方がいいよな、確か。このデカさのビール飲むの超絶久々なんやけど、はい、ちょっと待って、なんかキャンドルみたいになってない？ちょっとちょっとキャンドル。ということで、たまえもみ YouTube 配信1周年おめでとう、乾杯。はい、美味しい美味しいです。でも見てください、今の時間深夜1時2分ですやってるわー、やってるわー、ほんまにやってる。まあそんな感じでですね、まあ、1年振り返ってみたら、本当にね、私なんか公表されたことないから、 YouTube の誰が欲しい、頑張るとか言って全然上げてないことを、まず大変すいませんでした。あれからね、ちょっといろいろあったんですよね、まあ、引っ越しやったりとか、まあ、仕事だったり、なんかライブとか、なんかいろいろコロナが落ち着いてライブもできるようになったりとかして、活動が普通に戻りつつしてきたら YouTube 全然更新せへんみたいな感じだったんですよ。でもね、私多分 YouTube の人にはお伝えしてなかったんですけれども、去年の12月25日をもって、シンガーとしてのライブ活動を今活動休止してるんですね。意外と皆さん SNS が普通に私が動いてるから、ライブしに来てよ、帰ってきてよって結構言われるんですけれども、今ね、活動休止を決めて、ラストライブをクリスマスの日にライブさせていただきました。まあ、いつ復活すんねんみたいな感じでも言われてるんですけど、今のとこ未定です。まあ、休止してる内容はね SNS とかに書いてるんで見てもらえたら嬉しいんですけれども、なぜまたこの YouTube を Vlog を上げ出したかと言いますと、チャンネル登録者数がまだ1000人いってないっていう。でもなんで1000人行きたいかって言ったら、まず1000人いたら YouTube ライブができることと、収益化にもつながるのと、
で、なんでこれをまた急にベンってやり始めたかって言ったら、そのダイブっていうミュージックビデオが1万回再生を突破しました。見てくれた皆さん、しかも動画をね2回1回上げ直したのにもかかわらず、たくさん見ていただきて、見ていただいて、本当にあのグッドボタンも押し直してくれた方とかもいらっしゃって、本当にありがとうございます。で、せっかくこんだけ回ったのに、なんかそのライブ、 YouTube の中でもライブしたいし、なんかもっともっとこう YouTube のお客さんの中でもコミュニケーション取れるものがあるんじゃないかと思って、Vlog を再スタートしました。まあそれこそカバー動画今もね、ゆっくりなペースで上げてんねんけど、まあそれも上げつつ、なんか私のみんなからなんかどんな動画見たいか教えてとか聞いとったくせに全然やってへんやんみたいな全然私素性を見せてないな YouTube でと思って、全然ファンの人の期待に応えられてないわと思って、結構考えました。考えた結果、まあなんか生活が見えへんとか、なんかみーちゃん何してんのか分かれへんとか、何食べてんねやろとか、なんかケアしてることはとかやっぱ聞かれるから、なんかそういうのをね、もうちょっとなんか素の私を YouTube では見せていきつつ、なんかまあ私の経験してきたこととかも、なんかこういう Vlog っていう形でなんかお伝えして、なんか皆さんのなんかこうきっかけになってもらえる動画を撮れればなと思って、ここからスタートしようと思っておるところでございます。いや美味しいねビール こぼしましたえっと私1回はこぼすねんな、1回はこぼすねん、ほんまに。まあ、17ライブっていう配信はずっとやってたんですけれども、なんかその17もね、もうずっとやってきて、まあ、歌歌ってるシンガーソングライターと思われてんねんけど、やっぱりね、なんかその本来私の活躍してるとことかもやっぱり17の中しか見してない、知らない人もいるから、なんかこう YouTube っていう形でもっともっと私を知ってもらえたらなーみたいな感じでございます。はい、あーやっぱり見て、うちこれ食べるわ、1時に何を食べるねんって話ないけどこれさ、関戸場で会ってる、これね、昨日北海道の先輩に会って、あのいただいたんで今日つまましていただきますそうもらったの、美味しいよね、無添加ありがたいな。なんかそれこそ金髪にした理由とかもさ、なんかまた次の動画でお話しようと思うんやけど、いやでもほんまにあの時の当時のブログ Vlog 見てもらったらわかるけど、見た目めちゃくちゃ変わったくない、私整形とかしてないで、グレたとかでもないねんけど、うまっこんなん食べんのと思うやろ、めっちゃ好きやからこういう食べ物大好きほんまに大好き。大阪とか帰ったらほんまに一人で居酒屋さんとか行くねん。実はなんかさ、別に一人が好きとかじゃないねんけど、なんかなんやろ、帰りたい時に帰れるやん、一人で行ったら別にそこのお店の人と仲良くなったらさ、その店員さんと飲めるから、帰りたい時に帰れるからいいなって思って、一人飲みはたまにお店で飲みます。はい、半年前の私からしたら、まあ全然もうすごく見た目も変わっただろうし、なんか本当にね、あの金髪にもなって見慣れない人もいるんですけれども、YouTube1 年経ってね、まあ、みんなのファンの人たちのそのリクエストに応えれなかったので、あのそういうのを動画で上げていったりとか、あとは自分の経験を生かしたことをあの動画にまとめられたらと、あと私が日頃気をつけてることとか、あとはまあ美容関係もそうですけれども、あの撮影前に自分が絶対にしてることとか、あともう一つね、思ったのが、もうシンガー歴まあまあ長いんですわ、もう9年、いやー長いよ、長い。だからもう今まではさ、上の人たちに可愛がられる存在というか、自分で言うなって感じやけど、本当にありがたいことに先輩にすごく可愛がっていただいてるんですね。
や、なんか日本語おかしい。あの、可愛がっていただいてまして、いただいてまして、もう次はですよ、その下の方といいますか、これから歌を始める人に、あの、やっぱ最初右も左もわからない、まあ、私が歌始めた時も例題がなかったから、ほんまになんかライブハウスとか、当時何ミクシーとかああいうのとかでなんか歌える場所探したりとか、直前電話してなんかライブハウスにこう問い合わせてやったりとか、なんかいろんな経験があったんで、なんかそういうのをね、これから何か歌を始めるここには、今はまたちょっとなんかね、 SNS がすごくこう、なんだろう、皆さんの中で使いやすいプラットフォームになってきたからさ、なんか昔よりはその表に出るお仕事っていうものに関しては、多分塀が高くなくなったと、日本語大丈夫高くなくなってきたと思うねんけど、その中でもなんかこう、こういうアドバイスとか、やっぱもう次はね、もう今年30歳ですから、なんかこういう30歳になりたいって思ってもらえる、なんかこう下の方にね思ってもらえる、なんか玉山美代をもっとなんか Vlog で出せたらなって思ってるわけなんです。もうお手本にならなあかん年になったなって思ってて、そういうのとかをね YouTube であげようかなって思ってんねん。そう、うん、あった。で、とにかく、まあ、目標としては1000人今月でいけるようにちょっと頑張りたい。みんな、あの、頑張って YouTube ちょっと、私もさ、自分で編集してるからさ、あの、別にプロじゃないし、あの、ちょっと下手くそかもしれないとこも多々あるんですが、あのぜひ応援コメントを、絶対みーちゃん全員頑張って動画を頑張ってあげろよっていう数をね、あの、ぜひあげていただけたら嬉しい。なんせハマればずっとやんねんけど、ハマらんかったらほんまに飽き性やねんほんまにありやすいぐらい。歌を9年間続けてきたっていうのもなんか結構すごくて、自分の中でまあさ、下積み積んだらもう12年になんねん。そうや、専門学校入れたら12年、でも自分が歌出してってなったら9年目になるのかな。そうになりますね。まあ、今ね、動画見てくれてる皆さんは、大阪の時から応援してくれてる皆さんいると思います。なかなか会えない状況かもしれませんが、変わらず、シンガーとして、そしてモデルとして、今もう頑張ってますので、ぜひこの YouTube で、見てくれてる皆さんね、つながっていただけたり、そして、ここから初めて見られる方も、ぜひ、玉山に、どうぞ、知ってみてください。よろしくお願いします。ということで、皆さんのぜひとものグッドボタンとチャンネル登録をします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。ほなのー。うまい。